よし、行きます。ここは、あ、取れないか。こっち、うわー、そうなってる。よし、うわー、ここもむずいな。うわー、そこまで。よし、これもしかしてツバメ返し、あれ、あ、今何に当たった、あれ、天井かな。これ天井当たり判定ありますね、ほら。ということは、え、どうするんだ。よし、これちょっと、ああ、そうなってんのか。ああ、なるほど。ってことはネズミ返しか。よし、来た。これなんかありそうだ。うわー、ここも多分針あるな。よし、ってことはここは針あるから、そうね、ってことは、うーん、そういうことか。あれで、あれで行くのね。よし、これは、あ、ここもあるね。ここもありますね。ってことは、うわー、うっそーん、今飛べたと思ったんだがな。ひとます、よし、ひとます、よし。ここは難しい。オッケーオッケーオッケー。うわー、うわー、すっごいな、ここ。よし、で、ここが、ここはどうやっていく。ワンジャンプだよね。そうだよね。ここでもう一個いける、いけるかな、これ。いきます。いけた、よし。飛ばない、タンタンで大丈夫かな。うわー、怖い。さて、どっちだろう。右行ってみる、右かな。いやー、落とし穴落ちそうなんだよな、すごく。左まで飛びます。多分これ落ちる。あ、危ねえ、そこか、落ちるの。あっ、危ねえな。あー、そこもか、あぶねえ、びっくりした。行かない、行くよ。ちょ、うわー、あそこ空いてる。よしよし、オッケー、来た。大丈夫だよね、入るよ。ほい。外ステージとありますけど、これラブトラじゃないわ、なんだっけ。あれ、あ、そうそう、ファンゲームのエリアですね。よし、行こう。待って、これノーセーブか。まずは、ふう、ひたすら、いつか行ける。来た、大丈夫これ。うわ、ちょ、びっくりした、もう。これ、あれ、よし、あ、乗れるのか。なるほど。これ十字架当たり判定ある？あ、ない。うわー、怖っ。うわ、怖っ。あ、違う。あそこ落としてんなってことは。うわー、なるほど。飛び越えて、空中上下ですね。で、うわ。そして柵上下越えてか。なるほど。行きましょう。多分そうだね。それで合ってる。おおむね。よし。セーブ取れるわけないよね。あれ、あー、取れないよね。柵上下か、ここで。ここで柵ちゃんか。いけるかな。いくよ。うわ、ダメ、高すぎ。全然ダメっす。よっ、いけ。よし、来た。2回目いくぞ、柵ちゃん、カモン。よし、来た。あ、ちょっと待った、柵ちゃんに気を取られてたけど、そこハンマスか。あ、ってことは、いや、もうブロック、チョコレートバー乗っちゃった方がいいですね。あー、気づかなかった。あ、来た。オッケーオッケーオッケー、来たぞ。これ、大丈夫？オッケー！うわー、ここはもともと、そうですね、もともとというか、私はハッピル2で知ったんですけど、元はね、別のアイワナから、使っているマップらしいですね。じゃあ行きましょう。これ、うわー、これは あれか。なるほど。キルザ順次でも使ったあれですね。 こういくタイプですね。こういう、あー、でもそれ超えた後もノーセーブであそこまで行くんでしょ。きついな。よし、頑張ろう。とか、そのここにセーブブロック置くのってなんでなんですかねと思っちゃうんですよね、私も制作してると。別に積まないんだったらこの辺で取らせてほしいとこですよね。ちょっとプレイヤーの配慮をしていただけるとしたらと個人的には思います。
ここの歩く距離が意外と。よっ、あ、来た来た来た、オッケーオッケーオッケー、いいぞ。ちょっと行き方違ったけど、まあいいか、行くぞー。あ、ターンターン、オッケー。さてここは針かな、針かなっていうか、針を越えていけばいい。うわー、これいけるかな。あの簡易タスまでですよね、いける。あ、しまった、もうちょい前出てくれ、しまったな、ミスった。よし、あ、行き方分かってきた。オッケー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 、よし、ここがあっぶね、危ね危ね、よし来たぞ。うわー、これっていけるもんなのかな。まあでもいけるか、いくよ。あ、来た来た来た、オッケーオッケー、そしてこれか、でで足す、簡易足すか、よし。うわー、もうちょいだね、もうちょい、いくぞ。あ、しまった、うわー、もうちょっとダメだ、軽くトーンって頭ぶつけるぐらいでよかったのにな、失敗。よし、来た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 、2回目やっと来た、いくぞ。うわ、ちょっとそこかい、よし来た、オッケーオッケーオッケー、いくぞ、ターンターン、うわー、うわー、よし来た来た来た、2回目、簡単、よしよしよし、罠とかやめてよ本当に、よしよし、オッケー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 。さあ次足すか、次足す、足すですね。そしたら、ここら辺でいいか、ここですか、よしよっ、そうだね、ここは再振りですもんね、だからここでよっ、そして、あー、二段が出ない。うわっ、この先むずむずいなー。あっそう。来た、よし。ちょっと待ってね。あそこの EV って、1、2、3、1、2、3、あ、ダメか。しょうがない。これもむずいなー。いきます。あ、来た、オッケーオッケーオッケー、待てよ、いやー、もうくっつけないねこれ、しょうがないな、くれない、ぴったりつけて、また、あ、来た来た来た、オッケーオッケーオッケー、これでぴったりいけるはずなんだよ、いけ、もう一歩、よし、これで抜けられるはず、いけよ、オッケーオッケーオッケー。さてあとは出る EV っていうかね、ここ越えてその最後の、それはちょっときついんだよな、いけるかな、確かここでよかったと思う、いくよ、よし来た、オッケーオッケーオッケー、あとはそこ、そこよ、行くぞ行くぞ、よしよしよし、一発来た来た来た、はてなはてなはてな、最後一発でしたね、ナイスナイスナイス、今日運が絶好調か。さて、うわう、はてなはてなはてなとはラストステージっぽいな。よし、タンタンタン、ラスト、うわー、スクロールか、これノーセーブって感じですな。あ、やべ、 BGM なんもないな、ここ静けさ、嵐の前の静けさなんとかってやつ、ほっ、よし、これ、あ、上下か、そしてこれが、あ、こっち、そっちだよね、あ、うわ、うそ、届かなかった今、よし、ここはいいんだよ、ここちょっとね1段上がってるからむずいんだよね、来た来た来た、 OK、 ここあとは行った、 OK、 あとはここはいけるね、次も多分いける、でここはタンタン、つる、あ、つる、タターン、うわー長いの、ほ、まだいける、来たか、ここむずいな、まあ行くしかない、行きます、タンタン、あ、しまった、やっちゃった、来た来た来た、オッケーオッケーオッケー、来たぞ、あとは
これは危ね。ちょっと待って。よし。で、うわー、これはいけるかな。でも、あ、しまった。そこに針あんのか。よし、来た。来たぜー。ほ、来た来た来た。2回目行くぞ。よし、来た。よしよし、オッケーオッケーオッケー。で、ネズミか。あ、ネズミでもないか。オッケーオッケー。うわー、あ、でもそんなんでもないか。うわー、でもこの先ノーセーブってのがちょっときついけど、行きます。それは、よし、いいね。どこまで行けるか。よいしょ。危ね。タンタン。オッケー。ああ、もうちょいもうちょい。タンタン。よし。これは一回あそこに降りないとダメですね。ここに。次そこ？行けるかな？あ、行けた行けた。で、よし。最後上下。ミスんなよ。よし、来た。入る。これは何？触れますよ。大丈夫だよね、触れて。ん？上。この先は大変難しくなっております。マジで？一応ここまで来た方はノーマルクリアです。完全クリアを目指したい方はお先に、あ、先にお進みくださいと。いや、難しいっていうのが、ここまででも結構難しかったですからね。とりあえず入りますね。うわー、ちょっとやれるだけやってみますか。行きますか。とりあえず行きます。よし、来た。で、これか。あ、しまった。ダメだった。どうしようかな。ですね、ここの難易度も結構これ難しいですね。で、私もこれ1本だったらね、根気よくやろうかなとは思うんですけども、まあ、他にもね、こういろいろアイワナをやっていきたいとも思っているので、とりあえず、このアイワナゲット座から、まあ、あの色を取り戻す旅なんでしょうかね、はい、はこのノーマルクリアまでで一旦締めさせていただきたいと思います。で、また、結構ね、リクエスト作品溜まってはいるんですけども、時間ができましたらやってこうかとは思うんですけども、それにしても結構難易度が高いんですよね。そうだね、一旦アイワナゲットザカラーはちょっと繰り返しになりますけども、このノーマルクリア、ここまでで一旦締めさせていただきます。はい。で、ここから先はね、まあ、ご覧の通り、さっきも言ったように、すごい難しい配置続いてますから、この先どうなってるのかとか、まあ、きっと耐久ボスがいるとしたらこの先にいるのかな。いると思いますから、ちょっとね、どんなボスか気になるぞという方はぜひご自身で、進めて、ぜひね、耐久ボス撃破してみてください。はい。で、私の実況は、一旦ここまでにします。まあ、振り返ると、まあ、序盤はね、まあまあやりやすい難易度だったんですけども、後半はちょっとまあ、ミディアムであるんだったらセーブを置いてほしいなっていう区間がいくつかありましたね。あえて外すならそういう人はだいたいハードでやると思いますから、そう、ちょっと配慮がもうちょっといただけたらなと思う箇所がいくつかあったかなっていうのが印象的でした。まあ、非常に難しい作品ですね。ノーマルクリアもなかなか大変な、まあ、レベルの高い作品でしたね。はい。あ、そうだ、言い忘れておりましたけども、このアイワナゲットザからノーマルクリアにかかったデス数と経過時間お知らせしたいと思います。じゃあちょっと一旦戻りましょう。ほい、タイトル画面ね。はい、こんな感じです。デス数2220です。かなりやられました。経過時間2時間58分42秒ノーマルクリアまでにかかったと。まあ、本当難しい作品でしたね。おい、いやー、これもうインポッシブルはもうやばいでしょ。おい、さてさてさて、そういう感じですね。
はい、では「アイワナゲットザ」からバージョン 1.0、カエルさんの制作されたアイワナ、ではここで終了したいと思います。そうですね、ではまた、そうですね、次回作品のアイワナでお会いしましょう。順次でした。ではまたねー。